はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15エピソード出すかバージョン 2.0 続けていきます。いろいろと準備をしておきました。まず、予定通り最後のキャンプ地点で寝て、イグニスとの別行動クエストを始めたってところに行って、そして前回の最後に4人の連携攻撃を最後にフィニッシュしようとしたら、アプリケーションエラーが起こって、プレステ4に否定されたと いうことになってしまったんですが、あれは動画外でも1回起こってて、どうもなんか4人の連携攻撃を繰り出そうとするとアプリケーションエラーが起こってしまうという謎現象がちょっと起こってて、とりあえず連携攻撃は4人はとりあえず控えた方がいいのかな。で、イグニスとのその別コードクエストの内容は何かというと、すでになんか口パクでつぶやいているんですが、憧れの流れ星っていう内容で、あの辺に行って、夜になるまで待って、そして男4人組で星を眺めようと、そういうクエストです。特に戦闘要素とか特になしで、なのでちょっと日が暮れるまでちょっと動画の準備を してました。この辺のガルラを買ってまっさらにして、で、まだ夕暮れ時だけど、まだダメなのかな？なんかもう、もろあそこにとんがってる岩肌があるけど。ああ、まだダメか。日没後か。じゃあもうちょっと待ってみようか。あ、じゃあその前に、2人の連携攻撃みたいなものをやろうかな。いいところにガルラがいる。あ、硬いガルラもい策る。が必要か。一言で終わるなら聞く。残念。二言が必要だ。リンク率アップか。いや、黄色いやつに仕掛けた方がいいな。油断するなよ。よし。あれ？使った。インク率がアップしてるぞ。ひとまずファントムソードは使わずに行こう。あ、トーテツもいる。よし。なんか別のやつが倒れてるから、ピン攻撃。アサシンクロスは今のところレベル3まであるのかな。よし。一撃オッケー。地道にやっていこう。ちょっと、こいつらはちょっと、ファントムソードで片付けちゃおう。待って、これはまさか人造兵まで来たか。来てる。ちょっとこれはきついな。一旦 MP を貯めないと。いやー、戦ったな。さて、いつまで戦ってんだ。もう日暮れてきちゃったな。このガルラにリンク攻撃を仕掛けて。ちょっと待って、こいつを倒して。よし、ここです。全然変ない。4、5、
こう。よし、やっとこう。終わり。やったな。やってない、やってない、やってない。終わりだ。よし。いやはり4分戦ってたか。さあもう真っ暗だよ。ああ星見に行こう。みんな無事か。こんなもんって感じか。そろそろいい時間。流星群を見れる。ラスカ地方流星群見れるの。あ、グッドタイミングだ。満月が綺麗だな。よし。ん？あれ？イグニスとだけ？あいつがなんかイグニス今武空術やってたけど。あ、じゃあ二人にも報告してあげて、そして、もう一回再度4人で、ここに来ると。じゃあ宿泊地に、イグニスと流れ星、流星群見てきたって、教えてあげよう。あ、なんか落ちてる。うん、あれ？カエルじゃね？カエルゲット。宿泊地に帰ろう。よし、帰ってきた。ん？こっちに何かありそうだ。グラディオラスがちょっと見えたけど。休んでおいた方がいいぞ。お、え？よう。ようじゃねえよ。何してんだよ。プロンプトが閉められてる。まあいいや。とりあえず、キャンプ。じゃあ今日もシチューで。別行動していた仲間と合流しました。グラディオは基礎鍛錬に勤しんでいたようです。プロプトは終戦周辺を散策していたようです。あ、動画外で結構戦ってたのでめちゃめちゃあるな経験値。流星群。行くぞ。行こうぜ。さあ、ひとまず一通りのキャンプ地点で見れるってかできる別コードクエストは終わらせたので、どうしようかな。アダマンタイマイを叩く、アダマンタイマイじゃないや。カトプレパスか。カトプレパスを叩きに行こうかな。じゃあ。気ぃつけろよ。カトプレパスから一度、プロンプトとノクトの別コードクエストの時に、戦う、あれ？あ、サブクエストできた。流星群再び。じゃあ、ちょっと待って。夜になるまで、じゃあちょっとカトプレバスと戦ってみようかな。くだらない程度に事前にいろいろ調べておいたところ、まずカトプレバスは召喚獣1回じゃまず死なないというのと、もしもずっと剣術だけで戦うんだとしたらもう多分何時間もかかるというわけなので、とりあえず召喚獣一発で死なないとなるともうバンバン使うしかないかな。プロンプトとの別コードクエスト以降、もう丘の上にドンと上がってるので、もう FF13 とかのアダマンタイマイ戦を彷彿とさせる規模の敵であると。さあ戦ってみよう。なんか こっち向いてきた。敵対はしてこないんだ。とりあえず足元だ。うりゃ
あっプロンプト違う。とりあえず一回やられてみて、早めに召喚獣出してみたいな。でもファントムソードやってみようか。お、全然食らわない、全然食らわない。あ、そこそこ食らうな。プロンプトまたやられてる。まだ休憩時間じゃねえ。これはあかんな。あ、やられた。召喚獣出してみよう。ホールド。どっから来る？久しぶりに見るな。はい。ああ、召喚獣の召喚される待機中にやられてしまったな。ちょっと召喚獣を呼んでいる間にポーションとか使って回復とかでできたかな。そう、召喚獣が来るまでの間にやられてしまったこと、呼べずにゲームオーバーになっちゃうから、そこのところを気をつけてもう一回やって戦ってみよう。とりあえずもう一回ダメージを受けて召喚を。で、3人が早々にやられてる。あ、ここでポーション使ったらダメか。とりあえず召喚だ。あ、ここポーション開けない。ならもうひたすら逃げないと。あ、あれ離れすぎた。待ってくれよ。召喚、離れすぎず近すぎず。あ、こっち見てる。おお、方向でやられる。全然来ない。やっと来た。死んでない、半分も食らってない。しっかりしろ。まったよ。ウィーク。とりあえず切ってみよう。立て直したな。ポーション使ってこう。とりあえずもう一回召喚をしないとね。でやられた。でここで死にたくはないぞ。そこそこ離れてホールド。でここを生き抜く、ここを生き抜かないとまずい。顔をこっちに向かせないようにしないと。おお、
メログ後ろの方に行く。あは、仲間が。よし来た、2回目。さあどうだ、あれまだ死ねない。まだ休憩時間じゃねえぞ。マジでダメかと思った。ウィークだけどまだ死なない。これはもう一回呼ばないと、これはきついな。ちょっとじゃあちょっとこんくらいなら普通に戦って倒してみようかな。とりあえずイグニス助けて、さあポーションはたくさんあるからね。あ、全回復しない。いや、やっぱ召喚してもらった方がいいかな。触れるところの規模じゃないよ。イグニス、待って、ここでダメージを食らったら限界までやられちゃうな。ポーション、軍師が前に出過ぎたか。すまなかった。プロンプトも一回レストコ、しっかりしろプロンプト。死ぬかと思ったよ。すぐに助けるからなプロンプト。危なかった。どうし、召喚。で、この辺にいた方がいい。あ、みんなやられてる。よし、3回目。これで勝ったでしょ。よし、まあ、勝ったけどゼロ。これ音止まってんのはこれなんだろう。やっぱ神話に出てくるだけのことはあるね。倒したけど、これ召喚獣なしで倒したら一体どうなるんだろう。左側のカトブレバスが消えてしまった。じゃああとはちょっと夜になるまで待とうかな。ちょっと夜あたりまでカット。やっと日が暮れてきたな。長いな、夜になるまでが。10分ぐらい、いや、10分以上あるんじゃないか。ずっと、人造兵と戦っていたぐらいだけど。この4人で、流星群を見るというサブクエスト。だけど、バージョン 2.0 の告知のムービーに、どんな感じかもう映ってたので、大体どういうオチかはもう分かっていると。さあ、いいかな。あ、終わっちゃった。あっさり終わっちゃった。何にカウントしてるんだ。文句言ってる暇ねえぞ。逃げた。さあ、じゃあひとまずバージョン 2.0 で追加された
クエストは一通りこれで全部かな。もうやること全部。あららら、いやまたヤバな人が来てる。やること全部やったと思うので。ご視聴ありがとうございました。